聞こえた？でも殺し屋じゃないよね。またちょっとずれただけだって。すぐに会えるさ。とりあえず行ってみよう。そっちじゃねえよ。え？山があったら普通登るでしょ。そら高いところ好きそうだもんね。当然。おい、行くよ。こんなとこ来たことないよね。そうだ。やっぱりここじゃなかったのかな。おーい、ヘラクレス。今虫ずが走る名前を呼んだのはどこのどいつだ。まったく、なんでこんな山の中でまであのムカつき野郎の名前を聞くんだ。はあ、なんだよ、歯ですかよ。なんで、またお前だか。親戚のおじさんでももっとリアクション大きいぞ。俺と親戚のおじさんを一緒にするな。ハデスがいるってことはヘラクレスは？俺様とあいつをコンビのように言うんじゃねえ！だがまあいい、今だけだ。あいつはすぐいなくなるんだからね。また悪いこと企んでるんだろう。懲りないね。しつこい。待て、何やる気になってる。戦略があるんだ。お前らと遊んでる暇はないんだよ。全宇宙が俺様に支配されるのを待ってるんだからな。大丈夫かな。負けすぎておかしなことを言い出しちゃってるけど。大胆族よ、復活の肩慣らしだ。まあまあの飛距離だ。あの方角は、まあいいか。ご苦労さん。さあお仕事に戻って。やれ、忙しい時に限って客が多い。一体何の用で。おいおい、久しぶりだってのに随分な挨拶じゃねえか。なんだ、
今度はお前だか。あんたらに関わってうまくいった試しがないんだよ。もうハートレスも必要ないからな。今回は俺一人でやらせてもらう。さあさあ、帰った帰った。お帰りはあちらから。二名様、お帰りです。好きにするがいいさ。私もやることがあるからね。ただし一つだけ教えておくれ。この世界に黒い箱はないかい？黒い箱？うん。箱。うん。箱って言ったらゼウスが地上に隠したあの箱か？ほう。それはどこにあるんだい？ほら、会えただろ。たまたまだけどね。早く下ろして。ごめんごめん。久しぶりだね、ソラ、ドナルド、グーフィー。まさか空から降ってくるとは思わなかったけど、元気そうだ。わあ、こんにちは。うん、ヘラクレスも。でも、何があったんだ？わかるだろ、いつものことさ。ああ、いつものことね。そういえばさっき、そのハデスと会ったよ。全宇宙を支配するとか言ってたよね。全宇宙だって？そりゃまた随分大きな話だ。まあ、ハデスが何を企んでいようが、僕がぶっ飛ばすけどね。さすがヘラクレス。そういえばソラ、何か目的があってここへ来たんだろう。ただの観光じゃないことは分かってるよ。あ、そうだ。完全に忘れてたよね。だってソラだもん。ちょっと忘れてただけだろ。俺、ヘラクレスに聞きたいことがあってきたんだ。聞きたいこと？あ、前にヘラクレスは力を失っただろ。でもちゃんと力を取り戻した。ゼロからヒーローに。どうして取り戻せたのか聞きたくて。あの時メグが死の川に投げ込まれて、僕はメグを助けたい一心で駆け出していて、自分でもよくわからないんだ。そっか。どうしたんだい？俺もこれまでの力を失っちゃってさ、ヘラクレスに聞けば力を取り戻す方法がわかるかもって思ってここに来たんだ。そうだったのか。話は後にしよう。ああ、まずこいつらをやっつけないとな。ハーク！大丈夫？メグ！大変なことになったわね。うん、ハートレスまで現れたからね。ソラたちがいてくれて助かった。そうだったのね。ありがとう、ソラ。ドナルド、グーフィー。メグ、もうしばらく隠れてて。僕たちはこの火事で逃げ遅れた人がいないか探してくるよ。気をつけてね、ワンダーボーイ。ああ、手伝ってくれるだろ。ああ、もちろん。ヒーローだしね。
頼んだわね、ヒーローたち。うん、フィル、メグを頼んだよ。安全なところに。聞こえるよ。どっちの方からだい？あっちの方から。助けてー。大変だ、女の子が逃げ遅れたみたいだ。急ごう。待って、走ってたら間に合わない。え、じゃあどうすればいいんだよ。このゾーンに乗って。どうなるの？そう。これでいい？じゃあ、しっかり捕まってて。気をつけて。他にも逃げ遅れた人がいないか探そう。おやおや、ソラと王の手下がいるよ。マレフィセント、ピート、ハートレスはお前たちの仕業か。何のことだい？なあマレフィセント、王の手下はともかく、こいつ前に会った時よりずいぶん弱くなってるみたいだぞ。今のうちに倒しちまおうぜ。そんな雑魚なら放っておけばいいのさ。私たちにはやることがあるだろう。おお、黒い箱を手に入れるんだったな。余計なことを言うんじゃないよ。うん、私たちの目的が叶ったらまた相手をしてあげるよ。それまでにせいぜい強くなっとくんだな。じゃあな。待て。ソラ、大丈夫、いつものことだし。全然大丈夫そうじゃないよね。ピートに言われたのは聞いたのかな。大丈夫、いつものことだし。頑張って強くおやろう。大丈夫、いつものことだし。言うなよ。自分で言ってたのにね。いつものことだし。ヘラクレス、ソラ。ダハートレス、このままじゃ町の人を逃がせない。ヘラクレス、まだ頑張れるよな。もちろん。ドナルド、グーフィー、さっさとやっつけるぞ。早く町の人たちを。わかった。みんな大丈夫？今のうちに外へ逃げて。さあ早く。No!
です。よかった。これぐらいどうってことないさ。いやー、お見事お見事。13機関だ。お前はシグバル。ああ、なんと麗しき自己犠牲の精神。これが光の心を持つ者のなせる技というやつか。何が言いたいんだ。単純明快、自己犠牲はやめとけって話。僕は自分の命を懸けてメグを救うことができた。それはお前が特別な存在だからだろ。普通の人間はそうはいかないんだよ。だからってヘラクレスのやったこと、やろうとした心を否定することはできない。自己犠牲する者を救おうとして新たな自己犠牲が生まれる。それが負の連鎖ってやつ。どこかが崩れたら共倒れって話。お前がお気に入りのつながる心も同じだ。確かにつながる心は力になるだろう。反面つながる者に苦しみや負担を与える可能性があるってことを覚えておけ。だがソラ、お前はそのままでいい。つながる心を力にして心のつながりをたどって進むんだ。誰がお前の言う通りにするもんか。いや、お前は心のつながりをたどるしか道がないって話。たどり着いた時、お前は自分の宿命を知ることとなるだろう。案外ゴールは近いかもしれないな。楽しみだ。つながる心がみんなに苦しみを。ソラ、気にすることないよ。あいつは言葉を並べ立てて翻弄してるだけさ。論より証拠ってね。僕たちが実際にやってきたことに間違いはなかったさ。だよな。うん、僕たちの今が証拠だよ。見せてやる、僕たちのつながる心の力。ああ。俺の宿命。Yeah!
よくやったわね、ワンダーボーイ。空から確認したわ。もう逃げ遅れた人はいなさそう。よかった。これで一安心だ。ヒーローたちも頑張ってくれたみたいね。ねえ、あれ、何かしら。ハデスだ。行こう、ヘラクレス。ああ。